アンパチ郡ゴード町にある今年オープンした人気の洋菓子店。色とりどりのスイーツが並ぶ中、お客の支持を集めているのがこちらのプリン。多い時で1日におよそ100個も売り上げています。ちょっと固めですけど、甘さ控えめでとても美味しいです。美味しいです。固めだけど、まあ、滑らかなので食べやすい感じです。その味を実現しているのが、牛柄の可愛らしい瓶に入ったこの牛乳。ザ・ミルクショップというブランドの商品です。コクも結構強くて、すっきりした味わいで非常に美味しいなと思ってここにしました。牛乳らしい牛乳かなと。こちらの店を含め、ザ・ミルクショップの牛乳は現在岐阜県内17の菓子店や飲食店などで使われています。そして牛乳は店で販売もしています。お客様がやはり買ってかれます。可愛いって言われて、はい、だんだん今常連さんがやっぱりついてきてお買い求めいただいております。揖斐郡池田町、この町にザ・ミルクショップを運営する会社があります。棚橋牧場、従業員数13名の家族経営の町工場で牛乳の製造・販売を行っています。ザ・ミルクショップの仕掛けに、棚橋和也さん32歳、牛乳の美味しさの秘密を教えてくれました。池田町で搾られた牛乳 と、お隣の本巣市の方で、搾られた原乳を製造する前日に使う分だけ仕入れるという方法をとっておりまして、搾乳されて瓶に詰まるまでの時間がだいたい丸々2日以内には、瓶詰めまでできるということで、とても新鮮な牛乳になっていると思います。一般的にスーパーなんかに並んでいる、牛乳は120度から130度ぐらいの、超高温帯と呼ばれる温度帯で1秒とか2秒とか本当に瞬間的に滅菌しちゃう殺菌方法で、その方法を使うと短時間で大量に製造することができるんですけれども、私の方の工場では80度を15分間保持するという方法で牛乳の殺菌を行います。低い温度で時間をかけて殺菌することで、牛乳の本来のコクですとか甘みがより引き出されて、牛乳らしい牛乳になります。そして売れるポイントはやはりこの可愛らしい瓶だといいます。牛乳離れがちょっと進んでいる若い方たちが、まずデザインで注目をしていただくことができまして、最初の動機は瓶が欲しいからとかでも構わないんですけれども、で開けて飲んでみたら中もこだわって作った美味しいというふうに知っていただけるという。明治23年に乳牛を飼ったところから始まった棚橋牧場、以降牛乳の製造をはじめ、池田町内の学校給食や一般家庭への宅配をメインに販売してきました。そうした中、4年前に家業の棚橋牧場に戻ってきた棚橋さん、なぜ新たな戦略に打って出ることになったのか、成功への分岐点に迫ります。ターニングポイント。子どもがどんどん少なくなってきているという現状から、生徒数も減り、給食へ納入する本数もやっぱ減ってきてますし、今はもうコンビニやスーパーなどどこでも牛乳が買える時代になってきてまして、わざわざ牛乳を宅配で注文するという、今そういう時代ではちょっとなくなってきている。
だったらもう全然今まで牛乳を飲まなかったシーンというか、そういう場所であの牛乳を提案していくことで、あの新しいあの市場をちょっと開拓できたらなと、他にはない商品をまず作ろうと思って手元にあるっていう状況ができた時に、強気であのいろんな新しいことにあの一つの商品が生まれたことで、いろんな試みがあのにチャレンジできるようになったっていうのが、あの一つ大きなちょっとポイントでしたね。今月24日 JR 岐阜駅前の広場、そこに棚橋さんの姿がありました。売っていたのはあの牛乳と、牛乳を使った飲み物やスイーツ、中には麦茶と混ぜるという意外な組み合わせのものも。冷たい牛乳に、あの麦茶のね、水出しのパックあるよね、あれをね入れるだけだ。2時間3時間ぐらいでだいぶ麦茶が出てくると、あの本当にカフェインとか入ってないんで、子供に ありがとう、ありがとうございます。すごいあの違和感というかあったんですけど、あの本当にかえってコーヒーよりもいいと思います。はい、初めて飲みました。飲んでみていかがですか？すごく優しいですね、お味が。牛乳と麦茶のパックだけで。棚橋さんはイベントなどに出店し、牛乳の新しい飲み方の提案も行っているのです。で、香ばしい。そのままではなかなかあの苦手で飲めないとか、そういった子もたくさんいますので、少し手を加えるだけで牛乳の独特の匂いがあの軽減されたり、甘みが強調されるような飲み方が可能なので、そういったことを提案しながら牛乳の消費の拡大につながればなと。牛乳は、いろいろなあの食べ物との相性もよく、いろんなあの本当に無限の可能性を秘めていると思いますので、これからも、いろいろな飲み方、食べ方、使い方を提案しながら牛乳の販売を行っていきたいなと思っております。地方の乳業メーカーは、大手メーカーの製品がスーパーやコンビニで入手しやすくなったことや、ライフスタイルの変化から規模の縮小を余儀なくされています。また少子化による給食需要の減少や、新たな健康補助食品が販売されるようになり、若い母親の間で牛乳離れが生じるなど、逆風に立たされているのです。ご覧いただいた棚橋さんは、味へのこだわりを大切に、主婦層に受け入れられやすいデザインやパッケージを導入し、支持される乳業メーカーの地位を築き上げました。環境の変化に立ち向かい、自社の強みの親しみやすさを前面に打ち出して、突き抜ける発想でブランド力を高めたことが、成功への分岐点になったと言えるでしょう。